どうもこんにちは、亀屋職人佐藤です。営業部の鈴木です。営業部清水です。いつもありがとうございます。今回撮る動画はですね、前回にトリュフに合うワインっていうので各インポーターさんに選んでもらった動画があったんですけども、それは結構好評だったんですよね。視聴回数も結構伸びてて、なんで第2弾じゃないんですけど、これからフレッシュが出始めるポルチーニですね、ポルチーニに合うワインということで各インポーターさんに話したんですけども、ポルチーニ料理ってもいろいろすごいいろんな料理があると思うんですけど、ざっくりポルチーニ料理、何でも選んでいいですよって選んでいただいていいですよって言ったら、3社ともポルチーニだけのリゾットに合うワインっていう形で、3社とも偶然なんですけど、ポルチーニだけのリゾットって指定してきたんですよね。リゾットに合うワインっていうので、この3本が選んでいただきました。なんで3本ともなんか色も違う、ワインも色も違うし品種も全然違うので、ちょっとどれがどういう風に合うのかと楽しみ、すごい楽しみです、そうですね、まずはですね、ワインのスペックを紹介していきたいと思います。画面左、一番左ですね、向かって左が、パシフィック陽光さん、インポーターですね、インポーターがパシフィック陽光さん、マルビラのランゲビアンコトレウーベ、ヴィンテージは2012年、州はピエモンテ、品種はシャルドネ 40%、ソービニオンブラウン 40%、アルネイス 20%、上代価格は3500円です。次は真ん中のワインですね。こちらがインポーターがフードライナーさん、ピコマッカリオのバルデラダスティタビニオーネ、ヴィンテージは2018年、州はピエモンテ、品種はバルベーラ 100%、上代価格は2200円。最後です。インポーターがオーバーシーズさん、こちらサンパトリニャーノのノイ、ヴィンテージは2016年、州はエミリアロマーナ州、品種はサンジョベーゼ 60%、カベルネソービニオン 20%、メルロー 20%、上代価格は2500円です。納品価格は当社ウェブサイトをご覧ください。ではまず、そうですね、白のマルビラのトレウーベから行ってみたいと思うんですけども、これがですね、選んでいただいた理由なんですけれども、こちらはですね、これ白ワインなんですけど2012年なんですよね、結構熟成、あんまり2012年の白ワインって今出回ってないですよね。そうですね、大体現行ってもう17以上です。17年以上ですね、17ぐらいが多分きっとハイクオリティのワインで、デイリーワインだったらもう2000年とか19年とか、それぐらいが出回ってるんで、12年ってなかなかありえないんですけど、うちでも19年20年結構多いですよね。今そうですね、出回ってもそうですね。そう、この熟成感がやっぱりポルチーニリゾートとぴったり合うって言われたんですよね、唯一の白ですね、そうですね、マルビラの、ピエモンテなんですけど位置する場所がカナーレっていう場所らしいんですけども、そこがトリュフとか、ポルチーニとかすごくなんか取れるみたいで、色とかどうですかね。結構濃いですね。結構そうですね、しっかりした、前にも言ったかもしれないですけど、白ワインはだんだん濃くなっていくんですよね、色が、熟成とともに。やっぱこうしっかりね、色ついてる感じありますね、すごいね、なんていうのこれ、黄金色というかだと思いますね。黄金色だし、濃いイコール、シャルドネ40、ソービニョンブラン40、アルネース20、香りもある程度こう樽のニュアンスもあるような感じしますね。なんかアルネースとかソービニョンが大体勝つんですけどね。香りが、そうそう、結構ね、ボリュームもなんかありますもんね。蜂蜜っぽい感じの、蜂蜜、ちょっとこう液体のなんか粘土がある感じの、蜂蜜の味しません？ちょっとまだ蜜っぽいニュアンス、蜜っぽい感じがすごいあるね。こんなに蜂蜜を感じたの初めてかもしれない。ああ、でもすごいね。本当に蜂蜜っぽい感じ。本当に蜂蜜の味します。なんかポルチーノリゾットと合いそうな気がする。すごい合いそう。なんかリッチな、リッチな白ワインですね。リッチですね、すごいね。確かに。なんかバター、チーズ、ポルチーニ、乳製品ね、の油がすごい想像できる。いいですね。次行きましょう。はい、次がですね、フードライナーさんのピコマッカリオのバルベラダスティです。ラビニオネっていうタンクなんですけども、ステンレスタンクなんですね。だからこうどうしても僕の先入観からポルチーニの料理の、ポルチーニの料理で合うものって比較的こうワインの方もある程度しっかりしてるものが
あるのかなって。そうだから、樽が結構イコールになってるんですよ、僕の中で。うーん、樽ね。そうでないね、ステンレスタンクっていうのは。これをおすすめしていただいたんですね。そうなんですよ、これをおすすめしていただいた理由がですね、はい、強すぎない酸とタンニン、主張しすぎない余韻が上品な香りと歯ごたえのあるフレッシュポルチーニを使ったリゾットに合うのではないでしょうか。どうでしたか。ちょっとじゃあさっきのマルビラで比べらないですけど、比べるとちょっとこうちょっと逆の感じですね。違うアプローチの仕方とか。そうですね。比較的ね、色合いはバルベラらしい鮮やかな赤で、あ、しっかりこう果実味も、すごい果実味、アルコール感ちょっと結構感じるかなと思うんですけど、ちょっと感じますね。アルコールがね 13.5。 あ、そんなものなんですね。でもまあまあ、うん、まあまあまあ、本当になんか赤い果実の、うん、ね、本当ですね、バルベラらしいね、うん、だから、あの結構綺麗なバルベラ最近多いなっていう印象あるんですけど、なんかしっかりしてる、うん、いいですね、なんかね、さらっとしてない。そうですね、うん、確かにそうですね、酸とかタンニンは少ないですね、うん、そうですね、うん、なんか邪魔せずにポルチーニの、その食材生かせる印象ですね、うんうん、いやでもいいですね、良さそうですね、はい、そうですよね、うん、最後いきましょうか、はい、最後が、オーバーシーズさんのサンパトリニャーノのノイです、うん、最初の2つがピエモンテ、次この最後がこれノイがエミリアロマーニャ州です、うん、なんか濃い気がするね、若干エッジもちょっと劣化色がかってる感じが、うん、これ樽熟されてんじゃないですか。これしてると思いますね。これは、うん、サンジョベーゼ60のカベルネソービニオン20のメルロ20、あ、うん、でもやっぱり国際品種が入るとこういう香りになるね。ああ、ちょっとスパイシーな感じですか。うん、なんか分かりやすいというか、果実味の豊かさと膨らみがあるというか。そうですね。ああ、もうしっかり、しっかりしてる。一番この3種類力強い、力強いです、パワフルですね、うん、これでもどういう理由でセレクトされたんですか。これはまたね、また三者さんによってちょっとあれなんですけど、はい、濃厚かつ華やかな香り、のこのノイには、うん、あの香り高いポルチーニのリゾットに合うんじゃないかっていうのと、あとまあインポーターの担当のご自身の経験なんでしょうけど、はい、ポルチーニのリゾットを食べた時にこのノイを合わせたらすごく合ったっていう、まあ経験談からいいんじゃないかっていうのを進めていただきましたね。やっぱり私たち今単体で飲んでるんで、そうね、なんかすごい力強いというか、男らしいというか、なんだろう、そういう印象になって、うん、感じますね、ちょっとね、ありますね、やっぱね、そういう印象ですけどね、うん、でもなんかでもやっぱりこのサンジョベーゼだけじゃなくてカベルネソーヴィニヨンとメルローが入っていることによって、はいはい、なんかちょっとまろやかになってるから、まとまり感はすごいあるんですけど、そういうのがなんとなくバター系のリゾットの、なんか思わせるところはやっぱちょっとありますね、そうあるんじゃないかなっていうのは。これノイってどういう意味なんですか。知らないです。はい、調べておきます。はい、サンパトリニャノのなんかワインってこれね、ボトルの名前ってなんか独特なの多いですよね。あ、そうかもしれないですね。一言でアビとか、うん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 、確かにアビはどういう意味なんですか。知りません。この間日本に入ってきたポルチーニがやっぱ出始めてちょっと虫がね、そうですね、すごいですよね。それが虫がすごかったんで、ちょっと今回は見送ったってことだったんで、来週ぐらいのあたりに、楽しみですね。9月頭ぐらいにはね、フレッシュのポルチーニが、そうですね、すごく楽しみですね。まあ弊社でもその乾燥だったり、その加工されたもの、冷凍もね、冷凍も扱ってますんで、お問い合わせいただければと。そうですね、フレッシュももちろん美味しいんだけど、やっぱフレッシュプラス乾燥とか使ってる、ね、飲食店、そうですね、レストラン結構ありますよね。ブロード取る用で、多分戻しシジルっていうか、それを使ってとかっていう多分話聞きますね。椎茸もそうだけど、やっぱ乾燥させると旨味がすごい増すんで、やっぱそういうところでこの乾燥ポルチーニっていうのは使い勝手がいいですよね。はいはいはい、そう、乾燥プラスフレッシュでやったらもう、もう倍々ですよね。ね、多分しっかり、ね、味わいもついて、マルビラ美味しい。あ、そう。わあ、香りが開いてきた。よりそう蜂蜜感が出てきたね。なんかもう本当に蜂蜜感。蜂蜜だね。すごい蜂蜜感。クマのプーさんに。本当に。メープルシロップだ。プーさん、プーさん、プーさんの香りします。
待って、あ、本当だ、プーさんの顔するのか。いや、マジでしますよ。ちょっとプーさん嗅いだことないでしょ。いや、プーさん嗅いだことない。いや、ちょっと一回飲んでみて。ないじゃない。もしかしてクリストファーローですか。今回はフレッシュポルチーニのリゾットに合うワインって感じで選んでいただいたんですけども、うん、まあどれも品種も違うし色も違ったけど合いましたね。そうですね。うん、なんか意外と意外で、うん、ただなんかみんなこれがすごいドカーンと突出してる、うん、すごい渋いとか、うん、甘いとか酸が強いとかそういうのがなかったですね。なんかそのマリアージュのアプローチの仕方が3社ともなんか違うアプローチの仕方で、うんうん、そうだね、確かに、ね、なんか勉強になりますね。勉強になりましたね。なんかあの逆にフードライナーさんとかはあの思ったよりもなんかその力強いとかっていうわけではなくて、その濃厚とかっていうわけではなくて、なんかまとまりのあるワインで合わせてきたりとか、なんかあのポルチェーニに合わせるワインを何にしようって考えたら、やっぱすごい濃厚なものを想像しちゃってたんで、あー、タレもしっかり効いて、逆に邪魔しないようなマリアージュもあるのかなっていう勉強になりましたね。あーね、そうだね、確かに。じゃあまたあのこういう機会があったらぜひインポートさんよろしくお願いします。はい、ブラッツェ、今後もいろいろなワインを紹介していきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。マックス4キロ食ったから12分で。何の大会？何のラーメン、うん、その賞金を6万ぐらいで受け取ったんですか。うん、その2ヶ月後ぐらいに潰れたぞ、店。